財務研究所所長のぶです、今日はですね、動画で、解説していきたいと思います。これはね、フォワードループの、何を説明しようかというフォワードループの動画なんですけど、何をこれフォワードループの回転弧ということに、ね、ついてお話ししていきたいと思います。これね、よく見るね、一般のアマチュアのフォワードループの回転の弧とトッププロの回転の弧が違うってことね、ちょっと分かってもらうと、完着率が上がるってことね、完着まで持っていける。アマチュアの人というのはどうしてもね、完着をきれいにもなかなか持っていけないわけですね。トッププロというのは多分 100% 100発100中完着持ってきますよね。その違いどこにあるか、これは回転の弧というのが、ね、一つの要因になってるわけね。だからそれをちょっと解説していきましょう。じゃあまずね、動画を見ていきましょう。まずジャンプしましたね、ノーズが天高くまっすぐに垂直に上がってますよね。そしてここから、ね、体の使い方見てください。ここからこうやって回ってきますね。これは回転としてね、見てくださいね。イメージ的にはぐーっと来て、このままぐるーっと回っていいですか。これはトッププロですかね。ここまでね、アマチュアの人ほとんどできるんですよ。ここまでこんな高くないですよ、もっと低いですね、多分、4分の1ぐらいの低さのね、で回るっていう時にこういう形なんですよ。だから重心の位置、頭の位置を見てもらえば分かると思います。これはどっちかっていうと、真ん中、セリングホームで横乗りね、横乗りからちょっと前に行っちゃってるのかなって話ですね。ほらこれなんてね、ここからちょっと前に行ってますね。そんでここからこうやってほら前に行ってるじゃないですか。でここから横長前で、ここでアマチュアっていうのはここから大きな回転で着地ね。だから、半径っていう感じで着地なんですよ。わかります？円の半分、水面から半分、この半径山なりで山なりで着地まで行くっていうイメージなんですよ。しかしね、これトッププロっていうのはここからここでのほら重心を切り替えてるんじゃないですか。頭の位置が後ろ行ってるわけ。これね、ブーム手広く乗って、ブーム手の方に頭が来てるっていう重心だから、ここで回転弧を半径の回転から頂点から降りるところで、そこで回転を小さくしてるんですよ、くるっと。そのためには重心が必要ね。重心がジョイントの方に来てると、これは回転が大きい。だからまあマストを前に出して一本図みたいな形でぐーっと大きくなって、回転がだから半分ぐらいで終わっちゃうんだよね。だからノーズで落ちるってイメージになっちゃうんですよ、どっちかというと。でここで回転を後ろに持っていくことで、頭の位置、重心を回転をコンパクトにする。だからまあ回転始まってそこで完結しちゃうっていう回転の仕方をするんですよ。グッと来て、ほらここで見てもらうと分かるけど、頭の位置がほらもう後ろのストラップに来てるでしょ。一般のアマチュアの人ってのはこれがね、もっと前なんですよ。前ストラップの位置に頭の位置が来てるってイメージなんですよ。重心が違うんですよ、フォワードっていう。前に回るもんだから前足にね、重心を置いちゃうんだよね、みんなね。だからこう回転が大きくなっちゃうんですよ。ほらもうここで完結しちゃってるんですよ、完璧に。だったら着地ランディングだけなんですよ。ほらここがね、大きく違うところなんですよ、ね。だからまあイメージで言うとですね、ではね、イメージで言うと、どういうイメージかちょっと説明してみましょう。これね、アマチュアの人っていうのはこれジャンプしてこういう回転のイメージなんですよ、着地まで。これが一般の人のイメージ、回転フォワードループのイメージです。フォワードループだからまあずっと来て、だからもう大きな円の半分っていうイメージなんですね。でもね、トッププロというか、こうフォワードループが本当に分かってて上手い人っていうのは、こういう同じこの辺まで軌道、ここまで一緒なんですよね。だからここからここにね、円があるんですよ。ここでくるっと回って完結して、あとはここから下っていうのは、これはね、着地のランディングだけなんですよ。だから、アマチュアの人っていうのは最初は飛び出して着地までが全てがこうなり、全てが着地までの一つの円なんですね。これが、上手い人というのはバーッと来て、直当然からここからくるっくるっここでくるってなっちゃう。ここでくるっと。ここで着地。だからここで回転を小さくするとね。だからまあ、大きなイメージだと回転ってのは大きいわけ。それをぐーって大きな回転の、その中でもう一個回転があるというイメージね。そこの。